本日はね、補足でお届けしようかと思います。まずこの画像を見てください。昨日のですね、夕方なんですけども、夕方、まあ午後ですよね、2時前後だったと思うんですけども、このチャートが残っています。これ1時間足です。これを見るとですね、まあこういう風に見えなくもないっていうのが一つです。こういう風にね、見えなくもないというのがね、まあ右肩下がりの3点天井と見えなくもないんですけども、まあこれはちょっと考えすぎかなって気がしますよね。でこれを言うんだったら、こういう風にも考えられちゃうんですよ。やっぱり私はこっちのね、二天族からの急騰ってものを見てましたけども、これとこれってのは、じゃあどっちが要因としては大きいかなっていうふうに考えたときに、まあどっちも要因の一つでしかないんですよね。でゾーンってものがあったときに、このゾーン、このゾーンが合ってるかどうかも分かんないですよ。このゾーンは私がここに力点があるなっていうのを結んでできたものですから、まあ一つの指標にはなると思うんですけどもね。ここもそうですね。ここはまあほぼ間違いないと思いますけども、でもう一つはまだいろいろとあるんですけども、W なんですよ。こういうふうに W を描いていて、ね。でネックラインがここにあります。W のネックラインね、ここ。ここを割ったら大きく下がるよっていうところでなんですけども、実際に大きく下がったということなんですよね。で、こっちのネックラインも割ってきたということですね。だから W は右辺が強いと。W が右辺が強いんですよね。M ですね、どっちかって言ったら。M、これは。だから、この M っていうのも、ドル円の円ドルから見たら W ですからね。だからそう考えると、この二点天井はあるなというところですね。振り返ってみたら、まあでもそうですね、こうやって過ぎて反省することはありますけども、これも考えた上で上昇に向かうって考えたんですけどね、残念無念ということでございます。でもう一つなんですけども、これを見てくださいね。これです。はい。アメリカ合衆国にて元アメリカ大統領のジョージ・ブッシュ氏に敬意を表し、12月5日水曜日に全米哀悼の日が挙行されることをご案内申し上げます。すごいですね。元大統領が亡くなった時にこういうのをやるんですね。で金融商品の取引時間に影響があるということでこう出てますんで、皆さんお気をつけくださいね。この早めの、あら失礼しました、早めにこの相場が閉じるということが書かれてますんで、それぞれチェックされてください。銘柄が出てますよね。この銘柄に該当する方はちょっと用心していただきたいんですけども、この銘柄何のことか分かんないって方は気にしなくていいです。追加放送以上です。